が撤退を始めました。無事守れたか。しかしあの魔物は一体。ま、とりあえず今は勝利を祝おうぜ。ああ、ユージェンは追撃隊を編成、リンダは支援に回れ。了解しました。怪我人の救助を優先、負傷者を収容しろ。アリスさん、負傷兵の治療をお願いできますか。ええ、任せて。あの、回復魔法なら私も。人手は多い方がいいわ。来て。これで安心して次に行けますね。ありがとうと言わせてもらうよ。僕の故郷の獅子様もみんなのおかげで助かった。困った時はお互い様、いいってことよ。それよか、案内任せたぜ。もちろん。タイのみんなとはまたしばらく会えなくなる。いえ、私たち特別任務を仰せつかりまして、これより隊長についていくことになりました。え、ユージェン副隊長もお分かりかと存じますが、やはり隊長が指揮を取られると隊員たちの士気が上がるんです。私ではアームをうまくは動かせません。それをご覧になったバシタール様が一緒に行けと。エレアザル様も隊長に早く前線に復帰してもらいたいとお考えですし、我々も前から考えていたことなのですが、皆隊長のお手伝いをしたかったんです。今回の特別任務はそんな我々の全ての利害が一致した。それはありがたいが、どうしてそうまでしてくれるんだ。え、いや、だからその、それはもちろん、俺？そうです。隊長の他にユージェンの気功を止められる人間なんて私たち以外いないじゃないですか。はい。ユージェンの見境ない行動に迷惑被ったんじゃないですか。まあな。ご安心ください隊長。これより先ユージェンは私たちが受け持ちますから。その分隊長は任務に集中していただくことができます。まあ要するにみんなお前を慕ってるってことだよ。そうか、君たちがいないと。頼んだよリンダ。ありがとうございます。一緒に行くの？これからリンダと一緒。そうよ、またいろんなこと教えてあげるからね。わーい、リンダ教える。今のが推しの恒例ですわ。ルーティエちゃんはあれが足りません。少しあのおひいさんを見習ってみてはいかがです。勉強になります。